いや流れが来なかったらやっぱり無理です。結局流れなんだこういうのって。キロは本当全てにおいて独走してる感じですかね。この試合のテーマは何でしょう。カルロス言います。金子君の印象ですか。天然ですけど格闘技に対する向き合い方はもうズバ抜けてるなっていう。鈴木選手の抜け出っていうのはこの試合があるからいけることで、それを超えないといけないもの、自分で作れなければその流れは来ないし、自分で作ればその流れは来る。その流れを本当作っていく練習をします。金子明弘、あれがあったから一つ進めることが増えた。逆にあれを超えなかったら、まあ、先がなかったかなっていう、そういう試合でした、ね。はい、タイトルマッチのゴングの時、まもなく近づいてきました。睨み合います。ボディアパー、金子、急いだ、金子、試合だ。負けたらおしまいの決闘ですよ、決闘。谷のドラマ最終回、黒の前田さん、さあ、芝、夢、未来へ情熱をぶつけ合う谷のドラマ、ここで第3ラウンド終結しました。10対9、10対9、赤金子、ジャッジトータが10対9、赤金子。以上、判定3対0を目指して、勝者、赤コーナー、金子を伝わる人には伝わる目だかなと思います。ただ僕、K-1 代表としては、やっぱりまだまだ言えなくて、鈴木選手をもう一回、やらせてください。金子選手の、意思というか、まあ、その辺のところは認識はしています。まあ、ましてね、チャンピオンが吐いた言葉なので、希望としてね、できるように、動いていくつもりです。いい発表できるように、努力していきますというところですね。はい、それ流れを、その流れのままバトルやります。僕はその流れを本当作っていく大事な試合です。大家好，我是蓝善腾。在擂台上，我喜欢和我的对手站立对轰。我比较擅长的是我的拳法。K1 一直是我比较向往的擂台，我希望能在 K1 擂台上不断获得胜利，早日成为王者。这次比赛我做好了充分的备战训练，我希望能到时候能终结掉他。他的拳法爆发力比较好，还有他的速度比较快，我会用我凶狠凌厉的拳法来击倒他。我已做好充分准备，这次胜利绝对是我的。まあ、アグレッシブで、何でもできる選手なんで、まあ、攻撃力とかはそれなりにあると思いますし、簡単にいける相手ではないと思っているので、まあ、まずは目の前の一戦を本当、しっかり仕上げていくっていう。キロは本当、すべてにおいて独走してる感じですかね。多分ミュウちゃんに聞いても、ああ、なるほどって言うと思います。はい。金子くんの印象ですか。天然ですけど、その格闘技に対する向き合い方は私が今まで見てきた人の中でもうズバ抜けてるなっていう印象ですね。なんか携帯とかもなんか時間制限かかってるんですよ。なんかアラーム鳴るんですよ。15分以上に行けないからみたいな。ご飯食べ行っても常温の水しか飲まないし、なんかどこが疲れてんのみたいな。あ、じゃあここがっていうと、それはこれ取った方がいいよみたいな、マグネシウム取った方がいいよとか、すんごい詳しくて、食べ物にも、すごい尊敬してます。やっぱ最後の K-1 の興行なんで、最後って結構大事なんで、印象が強く残るんで、まあ、僕自身のやるべきことに向けて、本当に大事な一戦で、次の相手の選手しか見てないですけど、まあ、この試合の結果だったり内容だったり本当に変わってくると思います。まあ、まずはこの目の前の一戦、本当にしっかり仕上げて
いい形で勝てればなと思ってます。まあ、いいのが作ってきます。